飲食店向けのウェブサービスを展開しています。ターゲットの飲食店が薬膳屋さんと関係を持ってるかどうかどう見抜けばいいですか。無理ですね。まあ行ってみてやんちゃしてみると怖い人が出るかどうかじゃないですか。なのでやんちゃしてみるといいと思います。あとね、おしぼり屋さんのチェックすると分かるらしいですよ。薬膳屋さんにヤクザとしてお金を払うのも難しいので、薬膳屋さんの勧めるおしぼりを契約することでそのヤクザにお金を払うみたいな仕組みがあるらしいので、おしぼり屋さんの袋とか、あとそのおしぼり屋さんの置いてるなんかあの保温器みたいなやつを見るとどの業者か分かるみたいなのがあるらしいですよ。さっきスルーされたからもう一度、兄が連れてきた女性が複雑な家庭育ちで身内に反社会勢力がいるかもしれません。我が家の父は地元の有力者で行政や警察ともかなり濃い関係です。父の仕事に影響ありますか？はい。女性が危険人物に見えてとても怖く、どうしたらいいか分かりません。結婚になったらどんな影響がありそうでしょうか？地元の警察の人に反社かどうか確認してください。実はね、反社かどうかの確認って警察に相談するとできるんですよ。なので、それではっきりさせてください。で、はっきりさせた上で、兄に対して、反社の確認が取れましたけど、どうしますかっていうので、それでもその人と付き合うっていうのであれば、家としては縁を切るし、世帯は分けなければいけませんと。反社と付き合ってる家族がいるっていう、世帯が同じっていうのだと、その家自体が反社の家庭だよねという認識をされてしまうので、もう世帯が分かれてますっていう言い訳ができるぐらいにしないと守れない可能性があるので、そういういろいろな事実を確認した上で、どうしますかっていうのを聞いてみるといいんじゃないでしょうか。固い業界にもかかわらず元セクシー女優が働いていて、サービスの広告にも普通に載せている会社は反社会的勢力とつながりがある可能性が高いですか？反社会的勢力とのつながりがあるかないかで判断する方など教えてほしいです。無理です。ある程度警察に聞けば教えてくれる場合もあるんですけど、反社会勢力ってバレるとある程度まともな企業と契約できなくなるんですよ。反社会勢力に不動産とか貸しちゃいけないし、銀行の口座も作っちゃいけないっていうことになってるんですよ、ルール上。反社会勢力が関わってる会社ってルール上存在しないはずなんですよ。でも存在するじゃないですか。でビジネスやってるってことは銀行口座を持ってるじゃないですか。でもちろんじゃあ不動産とか持っててなんかツナックとかやってるわけじゃないですか。銀行とかが一生懸命調べてもわからないんですよ。で銀行がお金かけて調べてわからないことを一般市民が調べてわかるわけないじゃないですか。なので完全に反社会組織かどうかを調べることは一般市民はほぼほぼできないと思っていただいた方がいいと思います。ただ内部に入って聞けば教えてくれますけどね。立憲の岡田陣屋さんは消費税 25% を提唱しているそうですが、今の日本で消費税 25% になった場合、さらに生活が苦しくなると思うんですが、リュウキさんどう思われますか？僕長期的には消費税賛成派なんですよね。よく誤解をされるんで、長期的にって必ず言ってるんですけど、例えばじゃあアメリカとかのじゃあ州とか、ヨーロッパの州とかで、ヨーロッパとかでも20% ぐらいの消費税のところあったりするんですけど、なんで消費税高いかっていうと、消費税の脱税ってほぼほぼ無理なんですよね。要は物を買った時に払わなきゃいけないので、例えばじゃあ暴力団ですと。で、暴力団でお金1000万円悪いことでゲットしました。消費税 0% だったら、その1000万円ってそのまま使われて終わるんですけど、消費税 20% だと、その1000万円って、要は何かを買った時点で2割必ず 20% 取られるので、少なくとも 20% は税金として取れるわけじゃないですか。なので、例えば所得税をゼロにして、消費税がじゃあ 50% っていう国があったとしたら、ヤクザの節税をするとか、脱税をするメリットがなくなるんですよ。要は、いくら脱税をしてお金を貯めたとしても、そのお金をその持ったまま死ぬんだったら脱税してよかったねって話になるかもしれないですけど、お金持った以上は使いたいわけじゃないですか。で、使うとしたら、そこでその消費税としてお金払わなきゃいけないっていうのであれば、もう悪いことをして脱税とか、その節税をするメリットがなくなるんですよね。で、割と今日本って、悪いことをして金稼いでる人がいたりとか、あと外国人の人って所得税払わないで、日本で暮らしたりしてるので、なので外国人の人からお金を取るだったりとか、悪いことしてからお金を取るっていうのもあったりするので、僕は消費税自体は賛成派なんですよ。所得税とかって、じゃあ会社の法人税とかもなんかいろんな経費っていう形で節税したりとか、個人事業主とかの場合もなんかいろんな形で経費にしたりとか、じゃあこの住居をなんか事務所っていうことにしようみたいな、いろんな節税ってできちゃうんですけど、消費税の節税って一般人がやることはほぼ不可能なので、なので消費税を上げるということ自体は僕は構造的には賛成なんですけど、ただ今日本は不景気なので消費税上げるのは良くないよねとは思ってます。はい。
私の近所に全身入れ墨で社会に適応できなかった薬物依存者が住んでおり、そいつは隠れて掘り衆をしながら生活保護費を不正受給しているんですが、どうにかこうにか懲らしめてやる方がありませんか。しかも内縁の夫が反社会的組織の構成員をしていて、そんな奴らを税金で保護する意味がわかりません。いっそのことベーシックインカムで平等に庶民を保護した方がいい気がします。ご教授お願いします。そういう人って世の中いっぱいいるので、で悪い人捕まえるっていうの結構難しいんで、それだったらもう税金もらえた方がいいんじゃねっていうのでベーシックインカム賛成派なんですけど、生活保護って住んでるその地方自治体で必ずもらえます。なので例えばじゃあ足立区に住んでるのであれば、足立区の役所に行って、この人生活保護なんだけどこういう仕事してますよっていうのを証拠を持ってってください。例えばその掘り師をしているんだったら価格表だったりとか、その家に出入りしている人の写真を撮って、お客さんいるでしょっていうので、ちゃんとその生活保護以外の収入源があるよって証拠を持ってってください。要はその口頭で言ってそのちゃんと調査してくれるかっていうと、してくれない可能性もあるし、じゃあ口頭で言って本人にチェックしても、いやそんなんしてないよって言ってしら切られる可能性があるんですよ。なので証拠が大事だと思います。石破さんが魔人ブーの格好をさせられた話を聞いて、この人本当にいい人なんだなと感じました。本当にいい人で優秀だと政治の世界では天下を取れないのかなと思います。なんとか石破さんに頑張ってほしいです。あと野田聖子議員の夫が元反社と裁判所が認め判決を出したニュースについて、ひろゆき様はどう思われますか。これ僕ツイッターでも書いたんですけども、野田聖子さんアウトだと思うんですよね。さすがに元反社っていうのを隠しちゃダメでしょ。別に元反社の人でも僕言ってればいいと思うんですよ。いや、うちの旦那は元反社ですと。もう反省しているので、一切そういう活動もしないので、何の問題もないんですけど、でもそういう事実があったので、そこで気にされる方は本当にすいませんって言ってればいいんですけど、元反社でありながら、元反社が嘘だっていうので、出版社訴えて負けたんですよね。で、その、出版社訴えて、出版社側が証人として組長連れてきたんですよ。お前、俺の酒好き飲んだよな、って証人が言って、元組長が言ってて、はぁ、みたいになってて、まあ、そりゃそうだよね、みたいな。反社であることは過去過ちを犯したっていうので、僕、過去過ちを犯した人を永遠に責めるべきだとは思わないんですよ。過去過ちを犯したっていうのを嘘をついて隠すというのが良くないと思ってるので、なので、元反社が良くないというよりは、元反社であるという事実を隠して出版社を訴えたということを、夫がやってるのを放置していた妻っていう意味で、僕は野田聖子さんはアウトだと思ってるんですよ。元反社だから良くないっていう言い方で切り取られると僕は良くないと思うんで、その若いうちになんか過ちで、そのなんかたまたまヤクザになっちゃいましたと。で、もう反省してるし、もうそんなことを二度としたくないと思ってるので、社会の中でちゃんと普通の仕事をしてちゃんと稼いでますっていう人であれば、僕それ全然いいと思うんですよ。まあ、全然というか、まあ、過去迷惑かけたならちゃんと謝るべきだし、でそれをなんか過去俺はこんなことしたからなんかすげえんだぜとか自慢するんだったらふざけんなって思うし、そういうの自慢するんだったら社会には出てくんなと思うんですけど、ただそのか例えばじゃあ昔覚醒剤やってましたとか、なんか犯罪やってましたっていうので、それをなんか自慢にして本を売るみたいな人がいたとしたら、仮にね、なんかそれはお前ちょっと良くねえだろうと思うんですけど、ただその昔悪いことをしてたけど、今本当に悪いことだと思うので、もうそういうのは全然しませんと。なんか普通に飲食店で働いて稼いでますとかいいんですけど、なんか俺昔悪だったぜで、そのなんか悪だった生き方っていうのをなんか息子にも教えて、なんかYouTuber として儲けてますとか、本が売れてよかったですみたいなやつは社会に出てくるのは良くないよねと僕は思うんですけど、はい。